こんばんは、パーソナリティの小林美明です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。今日は36歳のお誕生日。はい、そうなんです。当日なんですよね。おめでとうございます。ありがとうございます。何か違いますか？いや、どうなんですかね。あんまり変わった気はしない。みんな多分あんま変わった気はしないと思うんですけど、まあなんとなく年男なんで、はい、そうですよね。ええ、なんとなくこう節目なのかなっていう気はしますけど、はい、個人的にはあんま変わった気はしてないですけど。あの、選挙で当選された時のようにおめでとうおめでとうって朝からねずっと言われてるんじゃないかと思いますけど、はい、そうですね。ありがたいですよね。はい、そうやって声かけてもらえるっていうのは。衆議院になられて何年目ですか？約7年ですね。29の時でしたから、はい、あっという間でした。そうですね、本当にあの内容の濃い7年間だったんで、まあ、いろんなことができましたけども、振り返るとまあっという間っていうのがなんとなくの感覚ですね。この7年間をどう過ごしてきたかがまた次の年に反映されるって言われますもんね。そうですね。ということは36歳もまた充実しているということですね。はい、いい年にあのしたいと思ってます。はい、ちょっとブログを拝見していたら、はい、大学生の時に衆議院選挙を1ヶ月間手伝われた経験があるっていうことなんですけれども、はい、そうですね、はい、その思い出がまたその経験が現在にどんなふうに反映されているのか少し皆様方に紹介してみてください。当時2005年であの郵政選挙と言われるですね、あの小泉純一郎さんが、はい、あの解散するという話になった時だったんです。で、大学時代あれ夏だったので夏休みでちょうどいいからということで、あの地元に帰ってきて、当時宮沢洋一さんが衆議院だった時に選挙お手伝いに入ったんですね。はい、で、最初はあの地図の整理とかですね、そういう作業をやってたんですけども、なんかいろんなお話をしているうちにだんだんこう営業側のっぽい仕事になって、はい、あの講演会のリーフレットを集めたりとかですね、はがきを集めに行ったりということで、いろんなところに出かけて行って一人でこう営業するというか、はい、支援をお願いするっていう役割を やらせていただいたりということをやりました。なんかこう当時はとにかく一生懸命やることをやるんだっていうことで回ってたんですけども、まあ、だんだん普通の学生やってると見えない景色が見えてきて、地域の方のこう問題意識とか危機感とかですね、一方で、あ、なんか福山って細かく回ってみるとこんないいとこあるんだなっていうことが分かってですね、まあ、それを生かすのに政治っていうある種の一つの手段っていうのはとっても大きな可能性があるなと感じられたのが結構経験としては大きかったと思います。はい、当時大学生の時にはまさか候補者になんていうことは思ってらっしゃらなかったんですか？でもその時からちょっとよぎった感じが。いやいや、そんなに思ってはなかったんですけど、ただこういうステップを踏んでいくと政治家っていうのは国会議員になっていくんだっていうのが見えたっていうのは大きかったですね。はい、じゃあその経験も生かされているということですね。まあでもあの時その道っていうかその景色を見てなかったら、自分がこう社会人になってですね、社会課題を解決したいと思った時に政治っていう手段があるっていう、この選択肢は出てこなかったんじゃないかと思いますね。まあ、だからいろんなロールモデルをあの小さい時に見ておくっていうのはとってもいいことなんじゃないかなと私個人としては思ってます。そうですよね。はい、では36歳の年男として、今年1年どんな年にしたいかということを有言実行を兼ねてどうぞ。全然考えてないですね。でもなんかあの先ほどの話じゃないんですけど、人間って目の前の景色でですね、新しい景色を見ると新しい選択肢や新しい意識が生まれてきて、新しい一歩を踏み出す勇気になるというふうに実感をして私は生きてきてます。そういう意味で皆さんの目の前のですね、景色を具体的に変えていけるような、で新しい景色を見た皆さんが新しい一歩を前に踏み出したいと思えるような、あの社会を作る、地域を作るということにまた1年やっていきたいと思ってますんで、やっぱり結果を出すと、で目に見える結果を出していくっていうことにですね、こだわる、また1年にしていきたいなと思ってますんで、いろいろあの気になることがあったらですね、ぜひ教えていただきたいですし、やっぱり具体的な課題解決って具体的な問題を知る必要があるんですね。そういう意味ではあの地域にいる皆さんこそがその問題をたくさん持ってると思うんで、あの見かけたらですね、教えていただきたいと思ってます。はい、さあこの番組の特徴としては本当にナチュラルでいきなりで打ち合わせゼロというところなので、はい、本当に思ったそのままのトークを小林さんにしていただいているっていうのがこの番組の特徴でもあるので、はいはい、そういったところもお楽しみをこれからもしていただければと思います。
この番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM 福山レディオビンゴのホームページからどうぞ。この番組は高和物産金曽22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は株式会社商船院緑地建設代表取締役大月誠さんをお迎えしています。大月さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大月さん、お忙しい中今日はありがとうございます。いえ、どういたしまして。というわけで、株式会社よろしくお願いします。商船院緑地建設っていう立場でお越しなんですけど、はい、なぜか後ろにギターがなぜでしょう、なぜなんだろうかっていうのが、ね、あると思うんですけども、はい、その辺はトークを進めていくうちに分かりますが、はい、まずこの商船院緑地建設、どんな会社なんですか。そうですね、ついこの間46周年4月2日で迎えました。おめでとうございます。おめでとうございます。おかげさまで。おめでとうございます。というわけで、これなんとなくこう公園とかお庭みたいなイメージがあるんですけど、これどんなお仕事を具体的にされてるんですか。そうですね、小さいお庭から一本の木から、それから町の緑化、はい、公園作ったり、そこ今は緑地建設という名前がついてますけど、総合的に一種のゼネコンタイプで土木工事すべて受けて何か取ってやってますけど、実際は策定家です。策定、はい、作るお庭と書いて策定家、ね、はい、だから基本的にはデザイナーなんですね。そうですね、でもハサミ下げることがありましたけどね、はいはい、これ始められたきっかけというのはどういうきっかけ。高校の時にね、ちょっと趣味、半分趣味で絵を描いてたんですがね、はい、それで受験を武蔵野芸大受けるように言われたんですけど、職業にするの嫌で、はい、あくまで趣味がいいだろうってやってたんですけど、実際職業になりましたね。絵を描いて、立体の絵を描いてます、今現在ね。うん、油絵は平面でキャンバスですけど、はい、お庭の場合は全部部屋が額縁で、はい、全てのものを作っていきますので、すごく楽しい仕事ですね。うん、じゃあもともと芸大に行かないかって言われるぐらい絵がお上手だったんだけども、別にそういう大学に行くわけではなく、うん、そうですね、なんか受験したのは防衛大学と、はい、今現実的には岡山大学、うん、の理工学部、工業科学、工業科学科に行かれて、はい、それと防衛大学はちょっと興味あったんで、はい、スピード強だったんで、はい、その時になりたくて一応合格したんですけど、はい、お断りに。なるほど、当時あれですよね、学生時代自動車部の部長もやられてたと。そうです、みんな免許持ってないので僕だけ免許、誕生日が4月なんで、ええ、だから免許持ってたんですね。ああ、自動車部の車買って作ってね、ええ、遊んでたんですけどね。ああ、そうですか、はい、でもそこからやっぱりこう趣味を仕事にしたくないというか、絵を仕事にしたくないと思ったんだけども、はい、最終的にはやっぱりそうなりましたね。最初は花屋さんしようと思ったんですが、朝が早いんで、はい、朝苦手ですから、はい、そうするとなんかあの植木好きになりまして、家の中でよくそこにあるゴムとかね、はい、何でも好きになって、うん、やっぱり絵を描いて大山の風景好きでしたし、たまたまやったら評判良くて、うん、それでだんだん従業員も増えてくるし、の会社になってきましたね。すごいですね、なんかこう自分の好きなもの、気持ちいいものをやっていこうっていう選択なんですね。もうそれしかない、わがままですよね。自己満足とわがまま、高慢ちき、はい、これは本当に全部一袋した状態の人間です。なるほど、気持ちいいぐらいまっすぐ言ってますけど、はい、でもあの一昨年ですかね、あの、はい、福山のまちづくりで表彰されて。そうですね、2017年度の日本グッドデザイン大賞の金賞ですかね、はい、あの UID の前田さんと協力していただきました、はい、あの本通り、そうですね、ですね、はい、あそこもだから手掛けられてるんですね。はい、施工も 1ヶ月何ヶ月かヘルメットかぶって、はい、全てのバランス取って、うん、図面引きましたので。前田さんにも実はここに来てお話をいただいたり、他の場面でもお話をしてるんですけども、あの通りの、まあ、大事なコンセプトはあの樹木をみんなで手入れをする。そうですね、反対者もいたはずなんですけどね、商局、あの組合さん、商店街組合さんの努力、思い切り頑張った証拠ですね、うん、それからあの商店街の方はね、大きな木植えたい
方もいらっしゃったんですけど、はい、僕らも安らぎをテーマに作ってますので、うん、細い風が吹くとちょっと揺れるような安らぎを感じるものを残そういうことで作りました、はい、なるほど。でも面白いですね。なんかこう空間をデザインしつつ、しかもその中で暮らす人にコミュニケーションが生まれやすいようなこう仕組みも入れていくっていうのはとっても面白いなと思った。そうですね、それ感心しましたよね。日本では初めての試みだと思います。あ、そうですか、はい。まあ、だからこそグッドデザイン賞をこの福山で獲得するということ。そうですね、ありがたかったですね。何かしたもので、そういうのを期待してませんけどね。うん、はい。でもそんなこうデザインを取るぐらいこういろんなものをこう手掛けていらっしゃるわけですけど、はい、最近のこの傾向ってあるんですか、このお庭とか造園の。以前始めた頃はね、はい、この松井だろ、150マスとか1500万の松だとか自慢してたんですけど、今は全体ここへいると落ち着くな、うん、かお茶、ここでお茶飲むと美味しいなという、ね、はい、感覚、五感に問いかけるようなデザイン、はい、要するに前田さんもお好きでしたけど、臓器の優しい臓器、そよ風に揺れる木を見るようなお庭が多いですね。なるほど、はい、だから一本一本どうかっていうよりは全体の空間として価値がどうかと。そうですね、だから商売にはなりませんけど、土手に生えてるススキ、ススキ取ってきてちょっとやって、これもお庭なんですよね、うん、草が生えとってもいいんですよ、はい、もうお客さんでもね、綺麗好きの方はね、もみじの葉が1枚落ちたら拾いに行ってんですよね、うん、やめてください、落ちた落ち葉は眺めてください、それが枯れて茶色になったら、枯れ葉になったら拾ってください言うんだけど、一枚落ちたら拾いに来ますね。それは本当のお庭の楽しみ方じゃないんで、落ち葉を見ながら秋が来たなとか冬が近いなということを味わっていただく、これをテーマにしてます。確かに、はい、なんかこう河川敷に立つと、はい、なんかこう気持ちが良くて落ち着く感じっていうのはちょっとそういう感覚かもしれないですね。ですね、それと水ですね、はい、やっぱり水、自然の中の動物なんで、ね、あの確かにススキが揺れる、足が揺れる姿っていうのは何とも言えない落ち着きが出ますね。はい、確かに、まあ、あれをこう自然な形で提供しよう。でもなんかマンションの、はい、なんか10階とか13階にちっちゃいお庭を作ったりみたいなのも最近されたと思うですね。結構何件もしてますけどね、うん、やっぱり緑が好きな方もマンションにお住まいの方がいらっしゃるので、はい、それで緑がある部屋に住むのとない部屋に住む、これ全然違うんですね。肩こりも違いますし、これは実際実験してますので、はい、人間は自然界の動物なんですね、うん、コンクリートの中に囲まれると体調を崩します。それもあって軽量土壌を使って、福山市も屋上してますでしょ、あれにちょっと緑を増やして緑化を、じゃあベランダに、ベランダですね、こうちっちゃいお庭を作るというイメージですか、はい、もう雨が入らないんで自動散水をかけて、うん、あと光と空気ですね、なんとか育ちますから。でも本当にあの働き方改革とかって今言ってるんですけども、はい、その集中するためには、はい、人の視野に大体何パーセントぐらい緑があった方がいいっていうのは結構統計的に出ていて。でしょうね、うん、やっぱり人間の心理というかそこに作用するものがあるんでしょうね。必ずありますし、一番大切なのはみんな気がついてないですけど、目の前にある出した光合成で出した酸素を吸ってるんですよ、うん、人間ね、自然界の動物ですから。なるほど、はい、そんな大月さんから見てなんかこう福山市の景観、はい、美観について気づくところとか、もうちょっとこういうの大事にしたら面白いんじゃないかってありますか。もうこれはもう本当にね、時間がいくらあっても足りないぐらい、住民の方がね、いろんな方がいらっしゃるんです。紅葉楽しみ会で、うん、落ちるから、いや葉が落ちるから、はい、で寂しいのが今福山が有名になったのが剪定デタラメだと、うん、今でもはっきり言ってます。ある団地なんかは、はい、電信柱上から切って枝を切って葉が落ちなくしてます、これはもう寂しい、日本中ないです、うん、やっぱり自然の界の動物忘れてるんですね。コンクリートに囲まれ、アスファルトに囲まれ、はい、もう特に気をつけていただきたい、うん、最近ちょっと福山城の伐採工事をうちがやりましたので、はい、あの時もびっくりしたんですけど、ほとんどの木を切るようになったんですけどね、うん、協議しながら景観を守る、いいことをテーマにしながら一緒にやっていきました。これから3年かけて福山城も
1年になりますので、素晴らしいことですけど、最小限度の伐採で景観を維持しながらいい福山城の公園を作っていただきたいと思いますね。まあ、だからお城とその自然とこう一体になっている空間が、まあ、これから出来上がってくる。そうですね、それもう歴史なんでね、もうお城ができて、お城は一度壊れてますけど、それも全て見てきた木がありますので、はい、樹齢も数百年の木があります、今後も大切にしていただきたいですね。なるほど。でもそういう考えでこう街づくり全体がデザインされていくと、とってもなんかこう落ち着く街というかですね、いい街になりますね。もう一番寂しいのがね、うちの前の木を取ってくれとか、そういうこと寂しいこと言われる人が中にいらっしゃるんで、そういう方は一部の人です。ただ目の前の木が出してる酸素を俺も吸ってるんだよ、感覚忘れてほしくないですね。まあ、だから0か1じゃないってことですよね。なんかもう木があるか切っちゃうかってことじゃなくて、うまくケアをして共存していく、そうですね、一緒に過ごしていくっていうのが感覚があるとまた変わるということですかね。足高の足と一緒です。あ、そうですね、はい、ということで、はい、私たちもちょっとそれを意識してやっていきたいと思ってます。もういかにこう自然を愛されているか、自然と共に共生したいかというお話を策定家としてお月さんに前半は伺うことができました。さあ後半はですね、お月さんのもう一つの顔、音楽活動について皆様方にご紹介したいと思いますが、その前に歌声をお届けしようと思います。もうこれはリリースされたばかりのアルバムの中から、大月誠さんの作曲編曲そして歌で俺の人生をどうぞ。今夜は株式会社小泉園緑地建設代表取締役大月誠さんをお迎えしています。大月さん、後半ということなんですけども、実は大月さんにはこの作詞作曲、歌手というですね、顔もあるということなんで、ちょっと先ほど曲を流していただきましたけども、今日せっかくなんで、あの生で弾き語りしていただこうと思いますんで、じゃあ大月さんお願いしていいですか。作詞はちょっとしてないんですけど、私はしてない、はい、ちょっとすみません、作曲、はい、作曲の方ですけどね、ちょっと聞き苦しいですけど、実際はピアノ曲ですけど、今日ギターでやってみますのでお聴きください。よろしくお願いします。ゼロの愛。時の光の中で、思い出の街角、置いてけぼりの心だけ今もそのまま、数えきれない出会いと別れ繰り返し、時は過ぎゆく、色褪せながら、もしも願いが叶うなら、私にください、愛の歌、乾いた心を癒してくれる、生きる喜び与えてくれる、そんな優しい、そんな優しい愛の歌を、他に何にもいらないから。いや、ありがとうございました。なかなかこの生で弾き語りってのは聞けないんですけどもなんですね、いやいい感じでしたね、しみる感じがあ、そうですか、はい、この時間にぴったりですね。ね、これはどういう思いを込めて作られたんですか。これはね、女性の方でうちで歌7人か来てた方が書いた詩をちょっと編集して、はい、彼女に書いたんですけど、ピアノ曲にしたら結構ね歌ってくれる人が多いんで、この度の CD の4曲目に入っています、はい、男性キーでね、やっぱり人の出会い、それから
無償ないですかね、ゼロも入ってることは、うん、はい、そんな感じで作ってたら寂しい方だと思ったんで、その人に合わせて曲を書きました。いろんなジャンル書いてるんで、ジャズっぽいのがあったり、ジャンル書いたり、ほとんどはね、今一番多いのは東京の作詞家の方と大阪芸大の放送の教授ですね、はい、教授の方の書いてるのが多いので、また機会があったらいろんな曲聴いてください。すごいですね、はい、しかし今聞きしてると歌のレッスンもやられてるんですか？そうですね、プロにも教えてます。要するに歌というのは先伝わらないと、はい、演説と一緒ですね、はい、伝わらないといけない。この曲気持ちがいいでしょ、はい、こんな曲も書いてみたり、うん、だから伝えるためには上手に歌うんじゃないんです。いい歌に聞こえる歌い方になるので、言葉を喋る、一緒でしょ、はい、挨拶されてる時にね、小林さんがご挨拶の時にみんな聞き入ってる、これは的、言葉の目標ですね。それ同じ、歌も一緒です。なるほど、勉強になりますいえいえ、そういう生意気なこと言ってます。いえいえいえ、ということで4月5日にリリース、はい、CD もされたばっかりということ で、はい、先ほどあの流していただいたやつですね、あれが A 面ですね。 A 面ですね、はい、ということでそこにまあ曲がいろいろ入ってるんですけど、今回で21曲目。そうですね、前回はねちょっと眼かもわからないことで、はい、じゃあ最後になりそうだから言うんで17曲入りでまとめて作りましたので、すごいですね。まあ毎年十数曲書いてますので、はい、その中で適当に選んで、これがその時の、そうですね、もう作業着でね、ボールペンがね、100円のボールペン刺したままで仕事の途中で撮った写真を使ってます。これ後ろの背景はどこですか？ご存じないで、田尻です。田尻ですねいい景色ですね、本当に。仕事の途中で撮ったんでね、まあこれが本当普段着の歌ですね、仕事の途中ですけど、ものすごいかっこいいですけどね。この裏のガードレール錆びてるでしょ、はい、これ気になる言われた方がいるんですけど、人間が錆びついてきたんで無理に探したんですよこだわりが、むしろこだわりのこの錆びのガードレールだったんですねそうですね、いやいいですよね。でも音楽活動ではこういう、まあ、作曲もやられるし、はい、ライブも、そうですね、ライブもやられてると、まあ、やってたんですね。リナもやってましたしね、はい、最近はちょっと遠ざかってます。なるほど。今年はどっかでやられるんですか？今年はね、まあ、今月ですね、はい、今月の月末ゴールデンウィークに入ったところで、はい、あるバーニングという芸能事務所の作家でシンガーソングライターの増田明人さん、はい、と言われる方がいらっしゃるんですけど、彼から電話って、大月さん何か二人でしない言うから、じゃあしようかいうことで、風の時計と言われいう方、あのお店があるんです、ご存知ですかね、はい、皆さん、福山の方は。三ノ島ですよね。そうです。そこで、じゃあやってみましょうということで、はい、1時間ずつ、うん、二人で、これ人生最後、平成最後の、はい、30日ね、確かにもう最後の最後ですね、4月28日ですから、平成最後と人生最後を引っ掛けて、じゃあライブしようと。アンコール出ちゃうんじゃないですか、人生最後と言わずと。最近はね、血圧も高いしよく寝れないし、もうこれでいいんじゃないですかね。なるほど。ゲストで歌いに行きますけどね、あのライブはどうすると1時間以上歌いますので、体力いりますので。確かに大変ですよね、はい、まあ歌はみんなに親しんでもらう、後継者を育てるだけですね、はい、なるほど、はい、じゃたくさんあの街を楽しくする、そうです、ね、後継者を育ってもらえたらいいなと。まだ交流館でも一回やりますので。ああそうですか、はい、あそれはみんな楽しみにしてますよ、はい、でもそういう意味では大月さん本当にお話してて、もう人生を楽しんでるなと。そうですね、いう感じがありますね。これ以上の人生ないでしょうね。この楽しむ秘訣って何なんですかね。そうですね、やはり自然体、こびるわけでもないし、自然体で生きていって、付き合える人、付き合えない仕事、いろいろありますけど、そのままあるがままに生きる、昨日の続きを、それが一番自然で疲れないんじゃないですかね。してみたいことがあったら、どうせダメだよりはやっぱりダメの方がやってみる方が楽しいと思います。なるほど、はい、とりあえずやりたいと思ったことはやってみると。そうです、やってダメだったら価値があります。そうですね、三日坊主も実感すれば1ヶ月したことになりますので、ね、確かに、はい、そういうふうなことでやってください。いいですね。
みんなでじゃやりたいことはやってみようということで、はい、前向きなメッセージもいただきました。いえいえいえ、これからもますますのご活躍を、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございまし た。今夜のゲストは株式会社松生園緑地建設代表取締役大月誠さんでした。なんかやっぱりすごいですね。アーティストですね。本当ですね。そう、はい、でもこんなに人生楽しんでらっしゃったら、いい先輩をなんか見せてもらったって思いました ね。なんか我々もちょっと楽しくなっちゃいました。本当にそうですね。いい人生送れそうだなっていう感じがしましたね。そうですね。今何やろうかなってウキウキしてますね。というわけで、ぜひあのいろんな福山のですね、街も素敵にこれからなっていくということなんで、はい、音と景色と楽しみながらですね、うん、ね、皆さん前向きに生きていけるような地域ができたらいいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。というわけで、今夜もお相手は小林美明と、アシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は興和物産カネソ22の提供でお送りしました。さようなら。